ブル中野選手、そしてアジアコング選手がすでに私のそばに来ておりますが、まずはブル中野選手、前回ちょっと納得のいかない試合だったと思いますが、今日はどうですか。アジアてめえこの間来たらいいですか、今日はてめえ叩き潰してやっかんな。うるせえなてめえ、何回やったって言ってたら今日こそてめえ引退させてやるからな、覚えておきたいことやろ。なんだよ来てきた覚えとけよ。ということで、やっぱり今回もこういう形になってしまいましたが、さあ今日は流血戦になるか、どんな試合になるんでしょうか。まもなくゴングです。時間の制限エスケープルール、金網ノーレフリーデスマッチ。横浜文化体育館、金網デスマッチ、今音楽家おくみにその開幕をつけております。青コーナーよりアジアコング選手の入場です。大宮スケートセンターで既に一度はブルを破っておりますアジアコング。金網デスマッチは自分の中にぴったりだと言っております。アジャコングの紹介であります。こんなこと言っちゃいけませんけども、アジャコングなんてのは金網の中でひときわ映えますね、似合ってる、そんな感じがいたします。さあ今日は復讐の時であります、雪辱の時、負けるわけにはいきません。獄門刀投手です。赤コーナーよりブル中野選手の入場です。さあブル中野がやってまいりました。第1回は屈辱の敗戦でしたが、早くも檻から出て襲いかかりました。ハサミです、ハサミ出してます。ハサミ持ってる宮君、今のブルの髪を切りましたね。今ハサミを持って追いかけてます。清掃をして出てきたブル中野でありますが、早くもハサミを持って襲いかかりました。アジャコング、この人は何をやるか分かりません。今日は金網デスマッチ、場外でのデスマッチではありません。完全な奇襲攻撃でしたね今のはね。阿部さん、すごかったですね。ブル切りましたね。ブルが、ブルが当然を返してやります。お気をつけください。いやー、できたら、できたら金網デスマッチ、金網の中で死闘を展開してもらいたかった。どんな戦いの方法を選んでも、何かブルとそれからアジャコング2人のね、憎しみ合いっていうのはね、そういったものを超えて炸裂しているようですね。すごいですね、最初からね、はい、まあ、意表つきましたね、最初はアジャがね。おっと、さあまだあの正式に紹介はされていないんですけども、どうやらもうこれは始まったんでしょうか。今日は完全にあのレフリーがいないんですね。今鍵が閉まりました。ノーレフリーデスマッチでありまして、ゴングが鳴りました。さあ時間は無制限、無制限であります。相手がノックアウトされるまで、早くも金網に顔面をぶつけておりますアジャコング。金網デスマッチの戦い方はこのアジャコングはよく知っております。今度は噛みつきに行きました。いやいや、徹底的にやってますけども、どうでしょう。早くももう額を切ってます。かかってこいというブル中野。この前の大宮スケートセンターではあの太ももを切っちゃって、ほとんどあのもう動けなくなったとか、歩けなくなっちゃったんですね、ブルがね。そうですね、あのまだ残ってますけどね。そうでしょうね、大丈夫でしたからね。救急車で病院に運ばれても大出血だったそうでありますが、さあ果たして今回はどうなるか。大森さん、はい、大変なことを始めてるでしょう、女子プロレスは。すごいですね、でも一回ブルちゃん負けてるんですよね、この間。負けてるの、大宮スケートセンターで。あれ、どうしちゃったんでしょう。ちょっと待ってください。今あの完全にですね、上の電気が消えちゃいましたよ。金網デスマッチ、したがって今スポットライトを浴びて行われております。
まあ、大森ね、はい、かつてあのダンプ松本と死闘を展開してますけども、はい、ダンプともこういったあの金網の中でやると面白かったかも分かんない。そうです ね、でもやってることは同じようなことでしたね。ただ金網があるかないかみたいな。そうそう、ダンプ大森の一戦じゃね、あの、さっと何かダンプの太い腕にね刺した記憶が僕にはあるんだけども、お返しにハサミ刺されましたけどね、フォークをやったりしてましたけども、これは大変だ。エプロンに今もんどり打って落ちました。早くも顔面からは流血しております。森中野、そして盛んに裏打ちを浴びせております。宮城君、あの試合前のインタビュー、話をろくに聞けないうちにね、何か乱闘になっちゃったみたいだけども、そうですね、うん、まあ試合前に聞こうと思う方が間違いだったかもしれませんね。やっぱりそれだけのもう遺恨というか、なんというか因縁というか、もうね言葉では言い合わせないような2人にはありますね、これ ね。で、あの今日は狂気何でも OK でしょ、はいはい、何を持ってきているのかというのをね、ちょっと調べてみたんですが、調べてる、ブル中野が、はい、ヌンチャクを持ってきて、ヌンチャクチェーンを持ってきて、はい、で三節棍というですね、あのヌンチャクに似てるんですが、はいはい、ヌンチャクのもう一つあの棒がついてるような、3つの節の棍ですね、三節棍というこれ狂気持ってきてます。でアジャコングが、はい、例によって投油管、そして投げ縄のロープ、うん、それからですね青竹を2本、青竹2本あの道場に置いてあったのを勝手に持ってきたそうですけどもね、あの青コーナーのところにね大きな長いね青竹がかかってるのが見えます、はい、からでも、はい、これを2本持ってきてます。なるほど。しかしアジャコンがあの裏打ち連発ですね。なんかあれですね、そこで勝負をつけようというような感じもありますね、はい、いきなりもう勝負をつけちゃおうというんで、まあ、しかもまともにですね、やはりブルが浴びてますんでね、ブルの今まで攻撃っていうのはほとんどないんじゃありませんか。一発だけはありましたけどもね、あ、不敵なあの笑みを漏らしながら裏打ちの連発で完全にブル中野、しかもあの額からは流血、おびただしくなってまいりました。こういった喧嘩殺法というんでしょうか、裏打ちが実によく効いております。あれなんとかかわさないもんなんですかね。そうですね、まあ、意表ついてね、ほら今度は後頭部ですよ、これがね大きな今や武器になっておりますが、今入った宮城くん、これかな、おーっと、いやー、じゃあ今後の巨体が沈んでしまいました。大変な、ね、大変な強化が出ました。これものすごい硬さですよ、今ね、確かあの井上強化入れたんだと思いますけどもね。さあ、しかしアジャも負けてはおりません。完全に今日はレフリーがおりません。しかし、であのサブではいるんでしょ、ついてるんでしょ、サブレフリーは一応サブレフリーはあの下に2名ついてます。2名ついてますよね、はい、まあ、しかし原則としてはレフリーなしでやります。おーっと、ラリアット炸裂しました。ラリアット綺麗に炸裂、今度はキックでやります。ようやくボルが動いてまいりました。まあボロもね動かなければ、あれだけあの一方的にアジャコングの裏打ちを食っているだけではあっという間勝負がついてしまいます。ようやくボルの中には反撃が開始されました。重たいアジャコング持ち上がりません。しかし今顔面をですね相当マットで打ったんじゃないでしょうか。アジャコングでやります。アジャ、そしてブル中野、2人の宿命の対決、これが2回目の金網デスマッチ。おっと、今上を越えました。逆に取った、逆にブルが取った。いや、これは手違いであります。完全に手違いだ。しかし投油管攻撃を受けて立っておりますアジャコング。さあ、どこまで我慢できるか。これは本来自分が使うはずの競技でしたねえ。バイソン木村、どんな気持ちでしょうか。ブル中野に渡してしまいました。いや、ぺしゃんこですよ。たまりませんね。あの競技は本来外に出さなくちゃいけなかった。そしてヌンチャクが入った。ヌンチャクが2本入りました。完全にブルのペースになった。なんと顔面に、さあ、鮮やかにヌンチャクを使っている。背中に、腕に、さあ、そしてどうとどめを刺そうというんでしょうか。完全に事態は一変いたしました。今度はブルのペースであります。アスカ、はい、ね、ようやくブルがペースを取り戻しましたね。そうですね、やはりあのヌンチャク攻撃はね、もう昔からすごい練習しましたからね。いやー、アジャの方も額を切りました、ね、そうなの。しかしほら、
アジャの場合は顔面にペンキックしてるから、ね、血が出てるかどうか分かんないけども相当切ってる。いやリング上に競技が散らばってるから、ね、異様ですよね。競技がバラバラ散らばっちゃってどうしようもありません。さあそして今度はロープに振った、どうか、アジャッと一発綺麗に顔面に炸裂。さあブルの重量攻撃でやります、ヒップドロップ。あ相当アジャもやはり顔を切ってますね。すごい鮮血してますね、うん、流血だ。さあエプロンにおいてドワーッとぶっつけた、金網にぶっつけました。さっきやられた当時のことを今ブル中野が見事にお返しをしております。どうですか阿部さん。いや壮絶ですね、早くもね、まさにあの五分と五分という感じになってきたんじゃありませんか、うん、ね、今度は和田和田ジャガー、ここまでどう見てますか。そうですね、もう大宮大会よりは全然エキサイトしてますからね、見応えはありますよね、うん、そうそう。で彼女たちも一回やってますからね、はい、扱いが分かってるんでしょうね、そういう意味では面白いですね。同点食い打ちが出ました。確かにジャガーが言ったようにやはりデスマッチに慣れたなんて言っちゃちょっとあのおかしい表現ですけども2回目ですからね、阿部さん。そうですね、この辺はやる使い方っていうのは分かってるでしょう、うん、ね、前回やっぱり鏡の使い方を教えなかったです、ね、あそうかそうか、何度かまあ ぶつけはしましたけどね、はい、やっぱりレフリーがいないというのがね、そうそう、逆にいいですね今回は、前回はね足を大きく切ってもうほとんど動けなかったあのブル中野なんですけども、しかしそのブル中野が追っていったんですが、それを逃げるようにいたしまして金網の上に登って逃げたんですが、今回はですね相手をやはり金網の中でノックアウトしなくちゃ逃げられないと、本当らしいですね、はい、強烈な技、しかもあの互いに重量があります、重量攻撃であります。100キロと100キロのぶつかり合いという感じになっております。あれであのキックを入れてるわけですか、はい、ブル中野体は大きいんですが小さな技を使いました。迫力満点であります、破壊力があります。さあブルが今ジャンロープに上がりました。そしてこれから三段ロープ、トップロープに上がった下にいるのがアジャコング。さあブル必殺のミサイルキックが出ました。今度はこちら側のまたロープに上がります。なるほど、空中殺法を使おうというところ、しかしアジャコングが来た、足を取った、足を取った。さあ今度はブル中野、あーっとエプロンに沈みました。凶器はもう本当に中に散らばってますんでね、あれこれはブルンじゃなかったのかな。そうですね、ブルンでしょ、はい、あまたあの足を、ね、例によって太ももを狙ってますね。今度はついた、あそこには大きな傷跡がはっきりと肉眼でも見えます。残ってますね、この放送席から見えますからね、あそこまた切ったんじゃ大変だ。そしてさっき散々やられました遠い感ぺしゃんこになっておりますが、これを持ちました。やはりあの太ももを狙ってますね、左の太もも。さあジャコング顔面から血を流しながら強攻撃、大宮ステートセンターで痛められました、左の太ももを狙っております。あーっとあれあのぺしゃんこになってますから打ちどころによっちゃ切れちゃうんですよ ね、 そうですね、前回はねそれでざっくりしましたからね、これが怖いんですよね、はい、あーっとまたいった、そういった狙い方であります。なかなかしっかりしてますねアジャコングも、強気な感じはありますが、ハサミ持ってますね、はいはい、ハサミ持ってますね、ハサミを持ってるか、ブルがハサミ持ってますよ、これはいかん。いやーダンプ松本と大森ゆかりの後ろを何か思い出すような展開になってまいりました。あーっとハサミの滝をなんと太腕に突き立てております。ブルの中野よくないですよ、塩野さん、いうことはこれはよくないよくないよくない、分かってるけどどうしようもない、金網の中で展開されておりますストーリーあります。あの本来レフリーがいればね、レフリーがいればジャガーあのハサミはなんとかなりますよね。そうですね、ハサミを持たせてまではこれはどうしようもない。今日は男性ファンが会場に数多く詰めかけておりますが、この男性ファンの歓声に応えております。塩野さん、いやこれはたまりません。今ブルがね、周りのファンに対してね、はい、危ない、あの52針ね、俺は縫ったんだというね、あそうか、あいつのその気持ち味わってるというね、アピールしてますよ。なるほど、今度はお返しと、2回目横浜文化体育館ではお返しということ、あーっともうめちゃくちゃだ。アジャコングから悲鳴が上がりました。アジャコング、おーっと
野田打ち回っております、野田打ち回っております。しかもあの金網の外ではですね、異様な場外戦が展開されております。真っ二つになりました。あ、バイソン木村あたりもですね、もう気が気ではありません。アジャがやられている。まだしっかりと右手にハサミが握られております。ハサミ攻撃はどうしようもない。あーっと右の太腕に対しまして、これじゃあもうねちょっとたまんないでしょう。あれであのもう裏剣も使えなくなりますね。そうそう、裏剣も使うんでね。あー、メドーサが入ります。あーっとメドーサが今入ってこようとしました。メドーサ、結局に流行ったメドーサが今アジャを突こうとして、あー決死棒であります。決死棒メドーサ、メドーサに対しましても容赦のないハサミ攻撃が展開されております。メドーサもあの向こう水のね、レスラーですから入ってこようとしました。メドーサがたまらず入ってこようとしました。あれ、なんかロープを持ってますよ、ロープを。はい、ロープをかけて入って、あーっと今あのロープを取ろうといたしました。あー、アジャにロープが渡りました。アジャにロープが渡りました。メドーサからアジャに、あー、これを今度は首にぐるぐる巻きにしております。さあ、まさに金網デスマッチ、デスマッチを展開しております。いやー、塩野さん、何かあのアジャコングの方が苦しそうですね。しかしブルの顔面もですね、あっという間真っ白になってきましたよ、阿部さん。え、完全に宙が、あ、体がこう浮いてますからね。そうそう、これはあの、そして場外ではもうね、全選手が2つに分かれまして、これまた場外戦を展開しております。さあ、なんとかロープを首から外した、ブルがロープを首から外しました。今度は腕に巻きつけようとしております。散々痛めつけた、ハサミで痛めつけました腕に、今度はロープをぐるぐる巻きにしようとしております。やはりあの裏打ち、裏剣が効いております。したがって、あ、なるほど、ロープにね、ほら、ロープを結びつけまして、これはもうちょっとアジャコング完全に捉えられましたね。そしてどうするか、あ、このまま逃げようとしました。これはダメだ、これはダメだ、これは中途半端でした。捕まった、しっかりと足を押さえております。いや、あーっとっとっと、下からどうしてるか、何か今竹の棒が出ましたね。ブルが逃げようといたしましたが、メドウサが竹の棒で、今度はアジャが逃げようとしておりますが、これもダメであります。いやいや、こういった形で逃げてもこれは認められるはずはありません。これは逃げられません。今回の、あ、なかなか器用にロープの上を動いてますけども、ダメであります。ダメね、え、阿部さん、今回は認められない形ですよね。そうですね、相手はロックダウンしてないのに、一応 KO したと自分では思ってるんだと思いますけどね。あ、そうかそうか、はい、うん、まだまだあの決着はついておりません。金網デスマッチ、さあ続きでやります。お、また投油管が入った、がっちりと今度は受け止めた。あーっと、投油管、新しい投油管でブルー中野に対しまして必殺の攻撃を展開しております。3発が入りました。しかしね、やはり相当効いてますよ。ほとんどあの右腕を使えませんから、左腕1本で強力攻撃をやっております。4発目入りました。今チェーンが用意されてます。あー、とうとう今度はチェーンが入ろうとしております。井上京子が行った、井上が行った、しかしブルが待っている。この辺りはどうなるのか、井上が行った、井上が行った。さあ、今ブルが手を伸ばした。あーっと、ブルが行った、メドーサが行っている、メドーサが行っている。あれあれあれ、長々と今チェンが入って胴体に巻かれました。アジャコングの胴体に巻かれようとしております。そして首に巻かれております。いや、これは金網の中と外の連携プレーであります。メドーサが出る。あー、マッティ吉永、ちょうど放送席の前、メドーサと乱闘です。いや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 、バット吉永、メドーサ、2人がお互いに譲りません。放送席の前、中では投油管を使いました。ちょっと動きがなくなりました。アジャコング動きがなくなった。太い首に今、幾重にも、ああ、
巻かれましたね、鎖が。こうなるとさあどうでしょうか。いやー、やりたい放題という感じ。完全に今金網でしっかりと一方の足を固定いたしました。ブルナカノ、これじゃあ何かね、金網の中に捉えられたキングコングになっちゃいますもんね。あ、じゃあここかおーっと、ギロチンドロップ。さあ、金網の中に今鎖でつながれました。アジャコングに対しましてギロチンドロップ。完全にペースはブルナカノ。さあ、首にねやはりあの鎖を巻いてますんで、アジャコングほとんど動けなくなっております。しかも右手を使えません。さあどうでしょうか。よくあのパッティングしながら外でね協力してるんですよね、この選手は、メドウさんも来てるんですけども、実にバッティングしながら若手ながらよくブルナカノに協力しております。さあブルナカノが逃げようとしております。逃げられるかどうか。狂気を使いました。逃しません。なるほど、これは実はブルナカノが持ち込んだ狂気であります。これはアジャコングが使っております。そして例の左の太もも攻撃であります。太もも攻撃です。ここは大宮スケートセンターで徹底的に痛めつけられました。ブルナカノのウィークポイント。ああ、アジャコングも負けておりません。さあ、なだれ式にいくか。なだれ式でやります。大したもんだ。アジャコング不敵な笑いを漏らしました。今度はブルナカノやられました。逃げようとしてちょっと後ろを見せましたですね、アジャコングに。そうですね、もうちょっと完全に KO してからでないとね。そうだ、大丈夫ですね。今度はアジャが行っております。お互いに逃れようとしております。やはりあの2人とも苦しいんでしょう。苦しいんで、やはり相手がちょっとあの攻撃の手を緩めると逃げようとするんでしょうね。今度は逆です。ブルナカノ狂気を使っての攻撃、これはたまりません。この高い金網からは簡単に相手がノックアウトされない限り逃げられませんね。そう思った方がいいんじゃありませんか。さあブルどうするでしょうか。さあ今コーナーポストに上がった重量攻撃。さあこれは絶好のチャンスだ。長々と伸びているが、うまかった。この辺がアジャコング、うまいところバックを取った。おーっとジャーマンが出ました。中には凶器が散乱しております。そしてまた入った大きな竹が入りました。あーっと竹の先を使っております。先端を使った攻撃。逃げてますけどもね、これはちょっと逃げられません。ブルナカノ大きな太い竹を持っております。アジャコング強攻撃。まあね、断髪元は竹刀を使ってましたですけども、しかし大きな竹でねやられたんじゃこれはもうブルナカノたまりません。おコーナーポストに上がった。さあ脳天から一発いくか。おーっと、そしてあー今の点か。井上でやります。井上強化。さあこれはうまかった。ブルナカノ助けられました。さあ脳天食い打ちか。脳天食い打ち、大きな体を落としました。そして今度はブルが上がる。またもコーナーポストであります。なんとしても重量攻撃か。いやいや、このまま逃げようというところ。あ、今のは効いていた。タイムドライバーは効いていたか。ブルナカノうまく逃げられるか。さあ立ち上がるか。いや、ここから飛んだら大変だ。あーっと危ない。ブルナカノ危ない。あーっと拝んで、やった。これはたまりません。とどめを刺しました。拝んで今あの高いところから落ちました。これはブルナカノ迫力十分だ。これは逃げられるでしょう。いやー、完全に伸びた。アジャコング伸びた。ブルナカノが今ゆっくりと金網を伝っております。よく飛びましたね。今あの一瞬後ろに落ちそうになっちゃったでしょう。あれ後ろに落ちたらそのまま自分が自爆してますよ。驚きました。
アスカ驚いたね。すごい根性ですね、はい、驚いた。よっぽどお見えが悔しかったんですね。ブルー中野の真骨頂を見た、怖さを見た思いがします。さすがブルー中野です。アジャ昆布金網の中で長々と伸びております。ブルー中野見事に雪辱、時間無制限、恨みを晴らしました。ブルー中野選手として僕は同盟、ブルー中野健在だ。ブルー中野、いやこれは見事、ブルーやった、会心の勝利だ、会心の勝利。今獄門島の面々を引き連れてブルー中野凱旋であります。両腕を高く突き上げて今金網の周りを回っております。嬉しかったんでしょう。しっかりと井上が、そしてバット吉永がこのブルー中野に競っております。あーとうとう肩車であります。やはり大宮で負けた悔しさっていうのはブルー中野忘れられなかったんでしょうね。そうですね、まあ、上から飛べるのはすごいですよね、はい、いや勇気がありましたね、今もジャガーに行ったんですけども、あれ途中でね後ろに自分が落ちそうになったでしょ。落ちてたら完全に自爆ですね、はい、まあ、相当勇気がいるし ね、すごい技ですね。だから飛び降りるときに自分で拝みましたでしょ、まさに精神が込められておりました。見事今金網の中にブルー中野入ってきました。長々と伸びております。アジャコングに代わってバイソン。